油が、淵は、壁南市と安城市の境に位置する愛知県唯一の天然故障である。二級河川に指定されている。安城市東端町から撮影。油が淵水辺公園、自然触れ合い生態園周囲 6.3km、面積 0.64&NSBP、平方 km、平均水深は 3m。海水と淡水の混じり合った、寄水湖である。 流入河川には、長田川、半場川、朝鮮川及び冷えた川があり、高浜川及び新川を通じて、絹浦湾へ流出している。湖畔には、油が淵に接していることに由来した、油淵町という地名がある。油が淵の名前は、かつて内海だった油が淵の湖畔に住んでいた母子の伝説に基づく。工業排水や生活排水によりおクが進み、 東海地方では、さなること並んで、汚い故障とされたが、現在近隣自治体により浄化が進められるとともに、県営都市公園の油が淵水辺公園として整備が行われている。また、周辺には、日本モーターボート選手会常設訓練所、勤労青少年水上スポーツセンターや油が、淵遊園地がある。現在の油が、淵一帯はかつて、 宝石大地の海石国に連なる溺れ谷で、北浦と呼ばれる入り江になっていた。1605年に、本田康都市が爆名を受け、余熱精鋭門を武行として、矢作新川の開削を行う。木戸から余熱の間に、新たな掘割が築かれたが、矢作川上流から流れる土砂が、南の湯海を埋めるようになり、和静は半島に変わった。また、湖面は、 矢作川の川床より低いことから沿岸に洪水被害が相次ぐようになったため、江戸幕府は1644年に余熱は2日間に堤防を築き、入り海の一部を切断する形で油が淵が誕生した。しかしその後、長田川や冷えた川などの水が油が淵に注ぐようになり、沿岸の村々が大雨の際に浸水被害を受けるようになったため、 江戸の商人である伏見山田兵衛が新たな排水路建設を行い、油が淵の周囲と矢作川沿いに神殿を築いたほか、1701年に大浜村潜伏で排水する新しい水路を計画。1704年までに現在のしじみ川、新川に相当する排水路が建設された。その一方で豪雨時に沿岸の水田への冠水被害が続いたため、 1935年には新たな改作工事により高浜川が完成した。1967年以降は総合遊園地として整備が進み、釣り場、花勝負園などが設けられた。ありがとうございます。